あっしりか。付き合ってもらってすまない。いえ、大丈夫ですよ、キリトさん。ところで、ここはどこなんですか？ここはオブシティア城の地下に新しくできたダンジョンで、シリカには奥まで一緒に行ってほしいんだ。新しいダンジョンで一緒に奥まで？ああ、そうだ。頼めるだろうか。かなり重大なことなんだ。重大なこと、何ですか？まあ、場合によっては一生に関わるかもしれない。そうか、助かるよシリカ。ありがとう。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。ここが入り口なんですか？ああ、その装置に二人一緒に乗るんだ。すると迷宮内へ一緒にワープするって感じだな。なるほど、そういうことなんですね。行けそうかシェリカ？はい、いつでも大丈夫です。よし、せーので同時に乗ろう。わかりました。せーの。大丈夫かシリカ？すみません、ちょっと転びそうになっちゃって。初めて来ると気をつけることが多いからな。よければ手をつなごうか？大丈夫ですよ、これくらい。わかった。この先に最初の仕掛けがある。ついてきてくれ。はい。やっぱり手をつないでもらえばよかったかも。何か違うみたいだな。どうかしましたか、キリトさん？なあ、アスナと一緒にここへ来た時と違いがあるんだ。多分だけど文面が違うな。どれです？刻印に認められし者よ、
炎熱、崩壊、ほにゃらら、三つの刻印を使い先へ進め。これってどういうことです？ほにゃららのところはすり減っててよく読めませんね。ああ、四つの刻印のうち三つを使って先へ進むんだが、このうちの一つが何なのか、文字が読めないってことなんだ。それはつまり推理しろと。なあ、つまり炎熱と崩壊は確実に使うだろう。残る歪曲と回転、どちらかがそのすり減ったやつだと思う。これはかなり難易度が高いですね。ああ、答えを間違えた場合は行き止まりになってるはずだ。また同じ道を引き返さないとならない。それじゃあミスしても何か特別に危険ってわけじゃないんですね。魔獣との戦いはあるでしょうけど。俺とシリカの二人だったら波の魔獣くらいどうってことないさ。わかりました。ではなるべく慎重に推理して無駄のないように進みましょう。そうか、こういう時シリカがいてくれて助かるよ。早速だが、扉が4つだ。それぞれに刻印が刻まれてて、どれを使うかを選ぶんだ。わかりました。最初に書かれた文面では炎熱、崩壊、それとほにゃらら、いわゆるワイルドカードですね。ああ、その通りだ。私思うんですが、いきなりワイルドカードはないと思うんです。最初は炎熱か崩壊のどちらかじゃないかなって。ああ、なるほどな。あ、いえいえ、絶対ってわけじゃないですよ。それにまだ二択なので絞りきれてませんし。それもそうか、炎熱か崩壊のどちらかね。私はあえて選ぶとしたら崩壊でしょうか。え、どうしてなんだ。こういうのって最初が肝心ですから。第一問は真ん中かなって。まあその程度のことなんですけどね。あくまで参考程度にしてください。キリトさんの選んだ扉に私ついていきますから。わかった。じゃあシリカの意見を参考に最初の扉を選ぶことにするよ。緊張するな。慣れないものですか。でも確かに正解かどうかもわからないですもんね。まあ仮に正解だからといっても、この先に魔獣が待ち構えているのは同じだから、
気は抜かないように。はい、キリトさんの後をついていきます。刻印に認められし者よ、炎熱、崩壊、にゃにゃにゃ、三つの刻印を使い先へ進め。キリトさん、さっきは崩壊の刻印を使いましたよね。次は炎熱か、すり減って読めない方のどちらかです。まあ、二択に絞れたな。私、読めなかったホニャララを最後に取っておくべきだと思います。そうか、じゃあ炎熱を使うか。あくまで私の意見ってことですよ。間違ってるかもしれませんよ。なーに、間違えてもまたやり直せばいいだけさ。そうですね。じゃあキリトさんにお任せしちゃいます。また碑文がありますね。なんて書いてあるんだろう。刻印に認められし者よ、炎熱、崩壊、ほにゃらら、三つの刻印を使い先へ進め。そっか、同じか。一つ目が崩壊、さっきが炎熱、残る刻印はあと一つ、読めなかったホニャララです。残っている刻印は回転か歪曲なんですよね。私は回転かなって思いました。なんでだ。正解の扉の位置が右から崩壊、炎熱の順番なので、次は一番左の回転ではないでしょうか。なるほど、そういう着眼点もいいな。シリカ。あ、いえ、真剣には考えましたが、結局当てずっぽうですから。キリトさん、最後の判断はお願いしますね。あ、任せてくれ。よし、この先はこれまでの雑魚戦とは訳が違うぞ。いよいよボス戦ですか。いや、多分だけど、ボス戦の一つ手前ってところかな。え？まだ最後じゃないんですか？大丈夫だ。俺とシリカの二人なら簡単に倒せるさ。さあ、行くぞ。
かなり奥まで来たぞ。そうですね、順調ですね。ああ、ボスの部屋まであと少しあるし。シリカ、ちょっと休憩しないか。あ、いいですね。それにしてもこの迷宮、どうして二人でないと攻略できないのかな。私ちょっと考えてみたんですけど、お互いの気持ちや仲良しの度合いを示す必要があるんじゃないですか。仲良しの度合い？シリカはどうしてそう思うんだ。アスナさんから大体のお話を聞きましたけど、この迷宮、お互いの気持ちを大切にしないと先に進めなかったり、二人で儀式を執り行うんですよね。ああ、そうなんだよ。じゃあ二人の仲の良さがどれほどのものかを示せば、あっという間にクリアできちゃうんじゃないでしょうか。なるほど、シリカらしい考え方だな。どうですかね、そんなうまくいくとは限らないでしょうけど。いや、案外そういうことなのかもしれない。実際俺とシリカ、二人の思いの大きさなら一瞬だと思う。頼むぜシリカ。さ、そろそろ出発しよう。よし。この先いかにもボスが出てきそうな雰囲気だな。いよいよですね。行けそうかシリカ。はい、いつでも大丈夫です。そんなに緊張しなくていいぞ。肩の力を抜いていこう。
これで終わりだ。なんとか勝てましたね、キリトさん。それにしても強かったな。ああ、さすがボス戦って感じがしたな。あ、シリカ、怪我はないか？方こそ大丈夫ですか？ああ、こっちも無事だ。この先に儀式のための部屋があるから行ってみよう。シリカ、こっちだ。待ってください、キリトさん。あの、まだ心の準備が。うわ！なんですか？なんですか？ようやく光が収まった。これってまさかドレス？すごい。それにとっても素敵。ああ、似合ってるじゃないか、シリカ。何か聞いてなかったのか。大まかには伺ってましたけど、まさかドレスに着替えるだなんて思ってもみませんでした。びっくりしちゃいましたけど、これすごく気に入りました。あ、そうか、よかったな。そうかな。まあ、正直ちょっと恥ずかしいんだけど。ありがとな、シリカ。いえいえ。そっか、儀式の最中二人揃ってこの格好なんだ。さあ、キリトさん、儀式を始めましょう。シリカ、この装置の前で儀式をするんだ。はい、わかりました。ところで、どんな儀式なんです？装置の左右に一つずつ手を置くためのへこみがあるんだ。わかるか？はい、
ります。そのへこみから上に向かってセンサーが出てるから、俺とシリカ二人で同時に手をかざすんだ。シリカはそっちに立ってくれるか。こっちでいいですか。オッケーだ、俺はこっちへ。それじゃあ次に数を数えるから、1、2の3で同時に手をかざすわ。はい、わかりました。じゃあ行くぞシリカ、1、2の3。手は離して大丈夫だぞシリカ。はい。この卵みたいな宝石を一旦持ち帰るんだ。一旦持ち帰っちゃっていいんですか。ああ、その宝石の中には大量のリソースが詰まってるから、俺とシリカで思いを込める儀式が必要なんだ。儀式をする。ああ、それで一旦持ち帰るってことなんですね。わかりました。見た目よりちょっと重たいから気をつけて。まあ、簡単に壊れるようなものじゃないと思うけど。はい、大切にしないといけませんね。そうシリカの持ち方、本物の卵の扱い方だな。ああ、とりあえず無事に儀式の間からは出てこれたな。無事に儀式は終わりましたね、キリトさん。ああ、助かったよシリカ。いえいえ、キリトさんの方こそ。あれれ、ドレスって外へ出ると消えちゃうんですね。ああ、そうなんだ。でもあの儀式の前戻ればまたドレスを着ることになる。もう一度着られるんですね。楽しみです。無事に戻れましたね、キリトさん。ああ、お疲れだったな、シリカ。いえいえ、キリトさんの方こそ。あとはこの宝石を持って
思いを込める儀式をするんだけど。なるほど。キリトさんと二人きり。大丈夫か、シリカ。何か都合が悪いとか。いえいえ、そういうわけじゃないんです。ただちょっと驚いたというか、恥ずかしいっていうか。ああ、無理もないよな。そうだな、急がせるようなことじゃないもんな。聞いてましたけど、ちょっとだけ暖かいですね。ああ、改めて持ってみてどう思うんだ、シリカ。そうですね、すごく不思議な感じです。やっぱり卵っぽくて、アクセサリーっていうよりは中に生き物がいるような感じがします。なるほど、シリカらしい感想だな。ほら、こうしてぎゅーって抱きしめると卵を返す、お母さんみたいな気分になれますし。卵を返すって、いや、鶏じゃあるまいし。そうなんですけど、いいじゃないですか、気分だけでも。ところで、この卵みたいな殻を破って、中から一体どんなものが生まれてくるんでしょうか。ピナみたいな小さな竜とか生まれたりしませんかね。まあ、気持ちはわかるが、生き物は生まれてこない。何せ中身はリソースの塊みたいだし。そっか、残念。それにもし竜とかが生まれたとしたらちょっと困るよな。ほら、アリスや聖号騎士が乗ってただろ。あんな大きな竜に成長したらさすがに困るよ。あ、まあ、ごめんシリカ、悪気はなかったんだ。わかってますよ。だでもいいじゃないですか、少しくらい夢を見たって。その通りだな。これはシリカと二人で力を合わせてようやく手に入れたんだ。シリカの言う通りだ、夢とかロマンを持ったって全然悪くない。キリトさん。なんだ。キリトさん、竜の赤ちゃんになってください。はい。竜の赤ちゃんです。卵の中から孵化した竜の赤ちゃんになってください。え、今すぐ。はい。竜の赤ちゃんってどんなの。早く。はい。
と。みゃみゃ。もうちょっと可愛く。赤ちゃんなんですから。みゃみゃみゃ。はい、いい子ですね。よし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 。シリカさん、これで許してくれますか？はい、悪乗りしちゃってすみません。でも面白かった。参ったな、俺の負けだよ。気のせいか、絆の洋蘭がさっきより暖かくなったみたいですよ。本当か？すごいな。こんなやりとりでも思いが込められるってことなのか？それじゃあ、もっと竜の赤ちゃんの真似をしてもらいませんと。冗談ですよ。まあでも、これに思いを込めて中のリソースを解放できればきっといいことが起きるはずなんだ。そうなんですね。なんだかこの宝石が小さな惑星とか世界そのものみたいに感じられます。そうだな、卵と同じでこの絆の洋卵は新しい世界を生み出せるのかもしれない。じゃあキリトさんと二人でもっともっと思いを、心を込めて温めないとですね。まあそうだな。じゃあ私もっと頑張りますから、キリトさんも一緒に。そうだな、夜は長いし。またもう一度竜の赤ちゃんの真似してみます？で、もう勘弁してください。冗談ですよ。いやいや、今夜のシリカにはかなわないな。もう朝か。あ、起きましたか？おはようございます、キリトさん。おはよう、シリカ。もう起きてたのか？もうとっくに朝ですよ。キリトさんたら気持ちよさそうに寝てたから起こすの悪いと思って。そうか、すまん。なんか気持ちよくてずっと眠れたな。でしょうね。ほっぺをつついても全然起きなかったですもん。
そんなことしてたのかシリカ。すみません、可愛らしくってつい。まあともかく、これで絆の洋蘭に思いを込められたわけだし。はい、次はこれを返しに行くんですね。ああ、その通りだ。私、朝ごはんの用意をしておいたので、キリトさん、一緒に食べましょう。ありがとう。じゃあ朝飯を食ったら出発だな。はい。シリカ、こっちは準備 OK だ。いつでも行けるぞ。わかりました。一緒に絆の洋蘭を返しましょう。なあ、もう一度あの儀式の前行こう。扉が閉まっている。ということはもう一度同じ試練をクリアするのか。ここに書いてある碑文もこの前来た時と同じですね。どうしますか、キリトさん。もう一度挑んでもいいが、手間だな。キリトさん、こっちの魔法陣が光ってますよ。あ、そうか。多分ショートカットできる魔法陣だよ。近道はできるけど、ボスが強くなるよってことなんだ。あ、そういうことなんですね。どうしますか、キリトさん。手間だけど、同じ試練なら攻略は簡単だ。近道の場合はかなりボスが強化される。キリトさん、どっちを選ぶかはお任せします。ああ、わかった。ボスの部屋まで近道しよう。すごい、あっという間ですね。なあ、問題はボスが最初に戦った時よりもかなり強化されてるはずだ。注意してくれ、シリカ。強いな。じゃあ一気に片付けるか。
ます。よし、行くぞシリカ。そうだったのか。儀式の間ではこの衣装に着替えるのがルールみたいなんだ。そうなんですね。すごく嬉しいです。はあ、改めて見ると似合ってるな、シリカ。本当だって。嬉しいです。キリトさんのその衣装、やっぱり素敵です。なあ、照れるけどありがとう。さあ、儀式を始めようか。儀式の最初はこの装置に絆の溶卵をはめ込むんだ。はい、わかりました。あれれ、絆の溶卵がすごく光ってますよ。この光ってるのは二人の思いを十分に込めたって意味なんだと思う。そうなんですね。シリカ、装置のへこんでるところへ絆の溶卵を置いてくれ。よし、絆の溶卵をはめ込んだぞ。すごく光ってますね。まるで宝石の内側からたくさんの光が溢れてるみたいで。ああ、これで正解なんだ。シリカ、次の段階に行くぞ。この装置に二人で手をかざすんだ。そして互いに誓い合う式を言うことになってる。誓い合う式ですか？そうだ、儀式のための式だ。俺が先に言うから、シリカは同じことを続けてくれ。あ、名前を言うところは自分の名前に変えてくれるか。はい、わかりました。シリカ、式を言うぞ。はい、お
願いします。俺、キリトは刻印の試練を彼女、シリカと共に乗り越え、ここまでたどり着いた。頼む。そっか、私の番ですね。私、シリカは刻印の試練を彼、キリトさんと共に乗り越えて、ここまでたどり着きました。俺はこの先、苦しいことや辛い出来事でもシリカと共に乗り越えてみせます。私はこの先、苦しいことや辛い出来事でもキリトさんと共に乗り越えてみせます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は二人一緒に誓いますだ。いいか。よかったじゃないか。あ、このドレスもらっちゃっていいんですか？まあ、儀式を終えたご褒美みたいなものらしいぞ。本当、よかったな、シリカ。ありがとうございます。でも、キリトさんの衣装は元に戻っちゃうんですね。ああ、俺のはもらえないみたいだ。ですね。じゃあ、もしキリトさんの衣装が手に入ったら、また一緒に。あ、すごく嬉しそうだな、シリカ。それはもう、キリトさんも衣装が着れるようになるの期待してます。ありがとう、シリカ。ここまで付き合ってくれて。そんな、キリトさんの方こそお疲れ様でした。でも、ちょっともったいないかも。ん？何がもったいないんだ？だって、キリトさんと二人きりでこうして迷宮に潜るのってすごく久しぶりでしたから。なんだ、そういうことか。いいぜ、また二人で来ようか、シリカ。はい、キリトさんがよければぜひ。